こんばんは、たつにです。こんばんは、ゆみねえです。ねえねえ、筋肉体操見てる？筋肉体操あの武田なんとかとかやってるやつ、ね、そう武田真嗣くんがさ、この前コロナになったんだけど、やっとね14日から仕事復帰したわけ、北海道出身ですけども、そしたらね、なんとね、また熱が出てね、今度はインフルエンザになったのって。いやいや、笑っちゃいけないけど、流行先取りじゃん。治ったと思ったら今度はインフル。そう、今年はでもさ、インフル少ないよな、やっぱりね、みんな気をつけてるから、少ないんじゃないっていう話もあるし、本当かどうか分かんないけど、共存できないっていう話もあるじゃないですか。あ、コロナの菌の方が勝っちゃう。そう、やっぱり菌も自分が残ろうとするから、強い菌がいたら自分を引っ込んでる、でそっちの菌がなくなったら行こうとするっていう、本当かどうか分かりませんけどね。そしたら武田真嗣は最悪のやつだな、ねえ、なんか結婚したばっかりなのにね、どっかでまた遊び歩いてんじゃないか。いや、新婚だったらそんなことはないんじゃないんですか。大体もうさ、コロナにかかって病院に迷惑かけて、またインフルで病院に迷惑かけて、この病院の働く従事者の皆さんは大変な思いしてるのにさ、ひどいやん。そう、それでね、医療従事者の支援を、まあ、北海道の人が発起人になって、クラウドファンディングをしようっていう話があるんですよ。武田真嗣つながりで今思い出したんですけど。あ、そうなの。そう、北の国からの倉本壮先生じゃないですか。そうが応援プロジェクト「ゆい」っていう「結ぶ」という字ね、のを、まあ、立ち上げて、発起人には我がファイターズの栗山監督と中島みゆき姉さんと元コンサドーレの監督の岡田監督、岡ちゃん、岡田監督と冒険家の三浦雄一郎さんと、まあ、北海道新聞の社長が発起人になって、クラウドファンディング、あの医療従事者の方のための応援プロジェクトをするっていう、もう始まったのかな。すごいね。それで集めて、お金集めてどうするの。皆さんにあれなんじゃない、医療従事者の方々に支援に回すっていうことだと思います。すごいね、みんなができるのはさ、コロナにかからない、そう、インフルエンザにもかからない、そういうことだよな。自分ができる精一杯のことはやりましょう。そうだよ、それが一番医療従事者の皆さんに負担をかけないということになるわけだよな。 ね、それでは今夜も参りましょう。はい、初にユミネの俺がやらなきゃ誰がやる。この番組は全ての日本人拉致被害者救出のために活動する特定失踪者問題調査会の提供で、札幌ラジオワンダーストレージ FM ドラマシティをキーステーションに、秋田コミュニティ放送鶴ヶ FM ハーバーステーション、米子だらず FM、 FM イズムをネットしてお送りします。滲む景色消えて、さて今日の北海番外地は、大好評に次ぐ大好評で、九州方言シリーズ第3弾。わ、来ましたね。今日は宮崎県行ってみよう。はい。銀ちゃん。銀ちゃん。はーい。こんばんは。タツニーです。ユミネーです。こんばんは。タツニーです。はじめまして。はじめまして。俺ははじめましてじゃないんだけどな。タツニーさんはあの何度も会ってます。そうね。僕がその拉致問題の講演会をやってる中で、銀ちゃんは宮崎県の延岡在住よ。あ、延岡。延岡もマンゴーあんの？
延岡は全然ないです。なんだやっぱ宮崎でも北と南だから。そうですね。延岡って何が有名なの？延岡は鮎ですね。鮎とか。鮎か。あとはまあ海の幸、川の幸、山の幸。あ、そうだよね。全部。海近いからな。マンゴーは？マンゴーは南の方なので宮崎市とか。ちょっと待って、宮崎県ってマンゴーだと思ってた。アユってどういうこと？あの、延岡と宮崎って70キロぐらい離れてるんで、あ、全然違うんですよね。そんなに取れないぐらいデリケートなものなんですか、マンゴーは。デリケートというか、正直地元の人食べないんです、あんまり。あ、マンゴー食べないんだ。食べないんですね。あんまり食べないです。あ、本当？はい。延岡の人はあんまり食べないんじゃないですかね。へー。そうですか。まあちょっと作り上げられたブランドみたいなとこあるからな。そうですね。なんかな、まあ、東京に行くとすごい値段上がっちゃいますからね。あ、そうそうそう、上がっちゃう、上がっちゃう。すごい高いですよね、アップルマンゴーなんて、ね、本当高い。でも美味しいですもんね。そうなんだ。あとは、あの、金柑とか。金柑。金柑。卵と食べれるやつですよね。うん。そうですね。あ、有名なブランド名なんて言っても大丈夫と思うんですけど、うん、金柑たまたまっていうやつが有名です。それブランド名です。ブランド名なの？金柑、はい、調べてみてください。金柑たまたまで言っていいやつですか？金柑たまたま P じゃないんだね。大丈夫ね。大丈夫、これブランド名です。ちゃんとブランド名です。あ、そう、はい、大丈夫なのそれ？大丈夫だって。テレビとかでもやってるぐらいなんですね。完全に東国原さんが考えたんじゃないですか？その人ではないと思いますけど。有名な金柑があるんだ。面白いもんがあるんだな。嬉しそうな顔して。いや、もう、おととい食べたんですよ。本当？あ、今時期ですか？うん、今時期ですね。2月とか。へー、多分結構今出てきてますよ。あ、本当？美味しいです。南国素敵。いいな。今日は何？あったかい？今日は寒いです。あ、寒い。でも待って、寒いって言っても何度ぐらいですか？13、4度。あ、まあまあ。まあまあ寒いと言って13、4度が。この間ほら九州結構雪降ったじゃない？その時宮崎はどうだったの？宮崎市の方は少しパラッとしたらしいんですけど、うん、延岡の方は全く降らなかったです。あ、延岡の方が北だから降りそうだけど、黒潮が近いおかげなのか。ああ、そうかそうか、うん、あったかいんだな。あのラジオの人は見れないと思いますけど、後ろ、ね、に症状がたくさんあってさ、うん、それでなんかすごいいい笑顔。なんかすごい体育の先生っぽくない？あ、学校の症状みたいな感じ。これはあの仕事場だからね、うん、今ね。そうですね。あ、うん、今仕事中ですか？大丈夫ですか？いやいや、違います。あの、打刻は済ませてます。宮崎県の延岡っていうと、はい、あのユミネも知ってる伊比の旭化成っていう。ああ、伊比、伊比のね、うんうんうん、まあ、あの、うん、拠点なんだよ。もう大拠点。あ、はい、そうなんですか？そう、九州だったんだ。そう。でね、その中で、うん、朝日有機材株式会社というね。有機材ってどういう？そうそう、何を作ってんのかな。うん、あのプラスチックを使った配管材料、パイプとか、うん、はいはい、バルブとか、うん、例えば水道管に使われるようなもの、あの塩ビパイプってよく言われる塩ビパイプ ね、あのグレーの、グレーの、そうそうそう、ホームセンターとか行って売ってるね、うん、まあ一般的なのがグレーのやつですね、うん、簡単に言えばそういうことだよ。種類はありますけど、うん、あ、ま、なるほど。それのもっとなんか先生ではないんですね。先生。学校の先生じゃない。先生ではない。これはあの私はどっちかというとちょっと違うんですけど、うん、僕はあのエンジニアリング系の仕事をしているので、うん、製造と違う、ね。そうね、うん。設計とかやってんだって。はい。僕は今設計の仕事を。うんうん。あの顔に似合わずちょっと頭はいいんだよ。そう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 、ね、めっちゃマイペースな D 型なんで。ああ、そっか。あのどちらかといえば体育会系のように見えるけど割と繊細な仕事をしてる。そうそうそう。でもほら B 型は結構こだわりが強いっていうから、そこでもよく言われますね。そうね、うん。それでね、
宮崎県っていうのはさ、その新型コロナでね、独自の緊急事態宣言みたいなの出してるけど、延岡はどうなのかな。延岡は一番多く出た時でも十数名程度。うん。あ、そんなに出てないね。でも今はだいたい一日に一人とか二人。ちょっとじゃあ収まってるというか、だいぶ収まってますね。そうだね。あの宮崎県で危ない危ないと言われてたのはやっぱ宮崎の宮崎市とか都城市とかそういう方の都市のことがメインになってるんだね。そうですね。そうすると仕事に何かしらコロナの影響があったとかっていうことはそんなにはないんだ、逆に言うと。そうですね。今、特に仕事に関してコロナのせいで仕事ができないとか、うん、テレワークをしなさいとか、うん、そういうことは今のところなくて、うん、今、通常通り出勤して、今まで通り仕事をして。あ、なるほど。例えば塩ビパイプとかああいうのっていうのは、現場の工事とかそういうところで使うわけじゃない、うん、そうすると、はい、そういう現場が動かなくなったりすると、そういう影響はやっぱり受けてくるのかな。そうですね、うん、うちの製品がやっぱりその現場工場の工事建て替え工事ですとか、うん、メンテナンス、うん、そういった工事をしないと材料が出ていかないので、うんうんうん、やっぱりお客さんが止まればやっぱりどうしても影響は出てくるっていうところはやっぱりありますけど、そうだよね。なるほどな。まあいろんな業種があるからね、本当に、はい、苦しくて大変なところもあるし、まあある意味でもそういう銀ちゃんみたいなところの会社っていうのは経済がちゃんと回せてるってことなんだね。そうですね、うん、うちの会社とかが本当に止まるようなことがあれば、うん、やっぱりそういううちの製品を使ってる大きな企業の工場が止まっていく可能性があるので、うんうん、そこまでもし来るとなると相当なたくさんの人たちに影響が出るっていうことにもなるよね、じゃあね。本当変な話、携帯が作れなくなるとか。そうだよな、携帯のな、パーツとかそういうのを作ってんだもんね、部品とかもね。そうですね。ああいう大きい会社のところにもうちの製品入ってますし、うん、例えば東京のすみだ水族館とか、うんうん、京都水族館とか、うんうん、ああいうところにもうちの製品が入ってます。あ、なるほど。裏を支えてる会社なんで。そうだよね。本当裏方の仕事だよな。表にあの塩ビパイプですって出てくるとかあんまないけどね。ないよね。製品が表に出ることはないです。ないよね。の中とか、うん、壁の向こうとか。そうだよね。見えるとこの仕事じゃないけどな。そうですね。まあでもなきゃ困るわけだから。そうそうそう。うん、自慢できる仕事ではありますよ。本当そうだよね。はい、あの社会を陰で支えてるって感じがするもんね。うん、そこでだ。今日の大事なお題の一つに、うん、宮崎県延岡地方の方言を銀ちゃんに出してもらおうと。うわ、問題をね出してもらおうと思ってるんだけど、その前にね。前提としてさ、うん、宮崎県ってどのぐらい地域によって方言の種類があるかっていうのは、うんうんうん、銀ちゃんが分かる範囲で、全然違うんですよ。宮崎って、うん、そう全然違うんですよ。縦長な県なので、うんうん、九州の中で、うんうん、まあ、僕が住んでる延岡市っていうのが一番上の北に、そうですね、うん、で宮崎で一番大きい宮崎市っていうのは、うん、逆に一番南の方にあります。うんうんうん、で、そのさっき言った都城市っていうところは、今度は宮崎市の熊本、熊寄りの方にあります。そうだね。まあ、こう大きく分けて、大きい都市が3カ所すごく離れてるんですよね。うんうんうん、だから、結構やっぱりその市によって方言が変わってくる。うんうん、なので、よく東国原さんがテレビとかで言ってた、どげんかせんといかんっていう、一時期ちょっと有名になった、うんうん、あの方言も実はちょっと違うんです。え、延岡は使わないの？言わないんだ。延岡は。あ、まず延岡ではあれ使いません。おら。あら。まずあれは延岡では使わない。伝わるんですけど。どげんか、どげんかせんといかん。あの人はどちら、確か都城の方の人なんですけど、うんうんうん、あれを宮崎市に持っていくと、どげんかじゃなくて、どんげかなんですよ。どんげか、どんげかせんといかん、どげんかじゃないです、どんげかせんといかん。結構変わりますね、それって、うん、それをじゃあ今度延岡に持っていくとどうなの。延岡に持っていくと、どんげかせんといかん茶碗みたいな。ああ、
まあ、着氷とか、語尾がつくんだ、変わるんだ。かわいい。ね。かわいい。いかんとは終わらないですね、茶わみたいな。東国原がザ・宮崎みたいな感じしてたけど、そうじゃないんだね。ちょっとあの宮崎人からすると、ちょっと違うんだよな、みたいな。なるほど、なるほど。やっぱりそれは都の城とかあっちの方だとそういう言い方なので、延岡は延岡の方でやっぱちょっと違いますんで、まあ、これこれを聞いてる宮崎の人がいたらちょっと俺は違うぞって言われるかもしれないそうね、いいのいいの、あの独断と偏見で、あの佐賀も全然の場所によって違うって言ってたし、福岡も全然やっぱ場所によってね違うって言ってたから、そういう意味ではとっても面白いからね。本当そうです。延岡と隣の市ではまた違うんで。あ、そう。細かい違いですけどね。あ、本当。なんかこうお互いに喋ってて方言で、はい、あ、この人都の城の人だなとかわかるんですか、じゃあ。そこまではわからないですけど、南か北かぐらいはわかる。ああ、そうか。なんだ。こいつは延岡じゃないなみたいなね。宮崎の方だな。うん。感触ですけどね。いやでもあの、面白いね、同じ県の、ね、そうだよ、北朝鮮と韓国も同じハングルだけどちょっと違うの分かるってさそう違うそれと一緒だよ、まあ、でもあの国をまたいで言葉が通じるっていうのは羨ましいですよね。ああそうかそうか、日本で国またぐと伝わらないですもんね、全くな、日本語はな。そこでだ、じゃあ待望のクイズに行きたいと思います。はいはい、それではあの銀ちゃんよろしくお願いします。こういう延岡方言サイトがあります、おすごいじゃん誰か作ってんの、そんな見なくても大丈夫なんじゃないですか。いや、あの見てると知らないのやっぱり出てきますよ。ああ。じゃあですね、僕が県外に行った時に、伝わらないと言われた言葉をまず一つ目に出します。はい、はい、単語です。単語、はいはい、直す。あ、知ってます。知ってました？直す？直す。片付ける。おわ、やっぱ知ってました。ピンポンピンポン。これ使わないんですよ。あ、何？でもこれ九州の人みんな使いますよね。それ直してっていうわけ。こうなんか散らかってたら。直しといてって言うと、あの、あったとこに戻すとか、片付けるっていうことですよね。あの壊れたものを直すとかじゃなくて、物を動かす方法の直す。あー、へー、それすげえ。これ意外とあの関西とか行くと伝わらないんですよ。そりゃそうだよな。私も最初分かんなくて何って聞いたんですよ。でも、友達が福岡の子で、ユミちゃんそれ直しといてって言われて、壊れてないのになんでって思ったんですよ。なるほど。そしたら、いや片付けるってことだよって言われて、あ、そうなんだ。あ、それに近い言葉で、吐くって言葉わかります？吐く、はわく、はわく、わかんない、わかんないです。はわく、はわく、前後つける、これも伝わらない。前後つけるとどうなんの？そこはわいといて、はぶく、ブブ、まあ、僕らが言うとそこはわいとってって感じで言うんですけどね。はわいと、なんだろう、そこはわいとって、これまあ、訳すと、訳すっていうのもあるんですけど、ほうきで、吐く。吐く。ああ、吐くこと、はわくっていう。はわく。はわく。なるほど、なるほど。なるほど。前後があれば、なんとなくわかりますよ。わかりやすい。そうそう、わかりやすい。宮根県って言うと、前後があるとわかりやすいと思います。次。じゃあ、次行きましょうか。これも単語で行きます。二つ言いますけど、意味は一緒です。サルクとサロク。サルク、サルクと、サルクと、まあ、同じ意味でサロク。サロク。まあルかロっていう違いですけど、どっちでも伝わります。サルク。同じ意味なんですか？同じ意味です。いなくなる。違う。ちょっと違いますね。じゃあ前後前後をつけると、ちょっとこれ宮崎弁風に言いますね。言って言って。今夜な夜に何サルキ寄っとけ。ちょっと待って、もう一回言って。今夜な夜に何サルキ寄っとけ。こんな夜にどこに行ってたの？惜しい。違う。あ、これを訳すと、こんな夜中に何を歩き回ってるんですか。歩き回ること。
歩き回るっていうのをサルクとかサロク、これはもうあのじいちゃんばあちゃん結構使いますね。ああなるほどなるほど。僕も歩き回ってとかみたいなこと言われて、へえ、これ全然わかんないね。わかんなかった。わかんないじゃん、やっぱ博多よりわかんないわ。意外と座らないと思うんだけど、全国が使うとなんとなくわかるかもしれない。なんとなくわかるよね。そうね、もうとっておきある、とっておき。最後ラスト問題、ゲナ。ゲナ、ゲナ、これはもう結構これつけちゃうと分かっちゃう、あ、前後つけちゃうと多分分かっちゃうんです。ゲナ、これ延岡と、まあ、大分の南の方、多分佐伯とかだったら伝わるかなって感じです。でゲナって言葉は隣の隣の市の日向市っていうところがあるんですけど、そこに行くと倍とかいう単語に変わるんですよ、ね、倍でも延岡では、あ、これでも結構伝わるんですけど、他の、まあ、宮崎県内は伝わるんですけど、ゲナっていうのをよく使うんです、延岡人って。え、全く想像がつかない。そうだね、じゃあちょっとつけようつけよう。ちょっと言葉にすると、例えば宿題忘れたゲナよみたいな。らしいよ。正解。おー、へえ。らしいっていう言葉とか、うん、まあそういう時に語尾につける言葉ですね。あー、らしいよ。明日休みげなみたいな。あー、休みらしいよ。そんな感じ。休みやす、え、いや、それがさっき倍になるって言ったの、休み倍ってこと？倍ってどう？明日休み倍って感じです。友達は、あ、倍とかって言うねみたいな。あ、そう。倍の方が分かんないけかもしれない。あ、そう。今分かんないけ。いろいろありますよね。ちょっと今すごい宮崎の人になりきっちゃった。わかんないゲナ、わかんないゲナ。でもやっぱり有名なのはテゲとかが有名ですよね。あ、テゲテゲのですか？テゲテゲのテゲ。テゲテゲって何なんだろう？テゲとテゲ、テゲってあのテゲテゲって言ってたナーナーニみたいな。あ、なるほど。適当じゃないですけど、そんな感じ。でも延岡弁で同じ発音に近いんですけど、テゲっていうのがあります。てっけ、ちょっと詰まるわけ。てげみたいな。うん。てげだるいわみたいな。てげだるい。へえ。何？英語とかでてげって、まあ、かなりとか。あ、かなりとか。あ、かなり疲れたとか、かなりだるいとかってことか。ちょっとそこまで来るとわかんないね。もうわかんないわかんない。いろいろ、まあもう書ききれないぐらい。本当だね。結構わかる方だと思ったんですけど、ちょっと今回も難問だわ。でも いきなり第一問あってたからな。すごいじゃない。まあでも宮崎、あれね、イントネーションがおかしいんで僕らは。あ、アクセントっていうかね、こうね。うん。ああ、そうですね。イントネーション、うん、そうですよね。じゃあ逆問題いこう。北海道、の弓根は北海道だから、北海道の方言でこれはどういう意味でしょうか。え、わや。わや、うん、使う？使わないですけど聞いたことはありますね。ちょっと前後つけて。もうこんなんだったらもうわやだわ。めんどくさい、めんどくさい。あ、違います。もうぐちゃぐちゃってことです、あ、ぐちゃぐちゃ。もうどうにもできない状況をわやっていう言います。おー、でもね、これ九州でも使うって言ってたし、広島とかも使いますよね。うん、言ってた、あんまりこう宮崎じゃ使わない、ね、使わない。聞いたことあるぐらいのもんで、うん、そう言われてみると、あ、なるほどねって感じです。もうなんかさ、二人とも日本人とは思えないよ。いやー、都会ぶっちゃって。僕はあの東京生まれの東京育ちだから、あの都会の、都会のもやしっ子だから。もう何も東京、何も本当都会の男みたいな顔しちゃってさ。それで、なんて言うんだっけ、そういうことを、なんつんだっけ、北海道弁で。ああ、ハンカクさいんでないの。これ先週な。村尾さんってハンカクさいんでないの。わかる、ハンカクさい。わかんないでしょ。はい。村尾さんってバカじゃないの。そういうこと言ってんだ。ハンカクさいってバカじゃないってこと。ハンカクさいはもう、これ荒牧に出したんだけどね。代表みたいな感じですね。なるほど。いや、面白かったわ。ねえ、わかんないこと結構あった、うん、俺ね、来月ね、ジュクロックのとこ行くのよ。あ、行く予定なの。
っていうか名前がすごくないですか。あ、ジュークロキ君。あ、そうそう。めちゃハードな名前ですよね。そうそう。本当の名前はですね、実はジュークロキという重たいに、こういう感じか、ね、黒い。初めて見る。だってジュークロキさんでさ、銀ちゃんなんでしょ。銀次郎とかいう名前なんですけど。ジュークロキ銀次郎。これ話すと長くなるんであんまりあれなんだ。もうそれはいいんだけど。違うんだ。銀ちゃんは相性なんだけど。僕車が好きなんですよね。うん。うんで銀色の車に乗ってて、うん、スポーツカーに、うん、でそれがシルバーなんたらっていうニックネームだったのを言いにくいから、うん、銀ちゃんになった。あ、フェラレディ Z に乗ってたんですけど、ね、そうそう、すごい。今年雪になって亡くなっちゃった。あ、本当。雪が降らないんでスポーツカーとか乗りやすいんです。あ、そうだよ、ね、それですよ、それ、うん、それ。もううちはもうダメですからね、雪、うん。いやー、宮崎ちょっとだから宮崎も地方によってこう方言が違うから、また違う誰か、ね、探して出てもらった方がいいな。それがいい、ね、それがいいよね。すごい勉強になった、うん、そうだよ、うん、これはだから今日は宮崎の、まあ、いわゆる県北だよな、うんうん、はい、延岡地域ので、使う方言、はい、ということで教えていただきました。でも何よりね、私はね、マンゴーを食べないとか取れないっていうのにもびっくりしたって。同じ宮崎県なのね。えーって思ってるのよ。マンゴーはですね、もう世の中の人はみんな宮崎って言ったらマンゴーですよ。まあそうですよね。うん、でもマンゴーってハウスで作るんで、うん、結構ハウスとか。ああ。やっぱりハウスがいっぱい並んでる地域っていうのがやっぱ宮崎の中でも。そういう農業地域があるんで、うん、あ、そうだよ、延岡工業地帯だもんな、どっちかって言ったらな。 そうか、あと漁業だよね。そう、漁業、うん、工業、そうだよね。だってアリュとか言われてもさ、えーって感じだった。あ、でも結構いい川があるんだ。そうなんです、一級河川が流れてますんで。釣りしないの？僕は魚食べるのは好きだけど触るのが苦手なんです。あ、マジか。かわいい。いや、アユなんかいいよな。アユは美味しいですよ。美味しいね。美味しいですよね、塩焼きとかね。夜の遅い時間にありがとうございました。いえ、ありがとうございました。またぜひお会いしましょう。はい、また会いましょう、はい、また会いましょう。今度はあのガス風呂持ってくから待ち構えてます。はい、ほなまた、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。タツニー。あ、ユミネーの。俺がやらなきゃ。誰がやる？今日の俺がやらなきゃ誰だよ。はい、うん、あのさ、うんうん、コロナの話ばっかりじゃないですか、うんうん、そうな今な、なんかね、うん、ちょっとえって思ったのが、うん、思ったニュースがあったんですけど、うんうん、横浜から無賃乗車、うん、タクシーで無賃乗車で捕まった女の人の話知ってる？うん、知らない。知らない。よくあるじゃん、無賃乗車ってさ。そうなんだけど、すごいよ、うん、すごいの。鳥取砂丘まで行っちゃったの。え？横浜から？じゃあちょっとニュース読むね、うん、鳥取砂丘まで行ってください。お客さん、え？もう一回いいですか？鳥取砂丘です。鳥取県の鳥取砂丘まで？はい、そうです。お願いします。は、はい、大丈夫ですか？と言ったかどうかは分かんないですけ ど、ね、本当に鳥取砂丘まで行ってくださいっていう風に言って、うん、横浜市からタクシーに乗ったんだって、うん、はー、よく、ね、しかしうんちゃんすげえな、それ。いや本当だよね、うん、私もえって思ったんだけど、うん、それでなんと8時間後に鳥取駅に着くんですけど、うん、横浜から。でその時に、うん、そう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 、でタクシーの運転さんが、うん、まあ、料金が23万円余りだったそうですよ。そんなに行くんだ、鳥取砂丘まで行ったら。行くんだ ね、 あのね、詳しい料金はですね、23万6690円です。はあ、
もちろんお金を。すごいね。戸塚からね。うん。あ、戸塚ね、持ってないわけ。お金は。そう、そしたらね、うん、鳥取駅周辺に着いたら、うん、数百円しか持ってなかったんですって。なんて言ったんだろうな、っていう時。書いてないんですけど、鳥取砂丘まで行ってくださいしか言わないんだけどね。で、その後、運転さんが、うん、その女性、40代の女性だって、うん、タクシーに乗せて警察署に連れて行ったみたいなんだけど、近いね。その女の人は、え？え？もう一回言うけど、え？あのね、うん、身元を示すものは何にも持ってなくて、どういうこと？取り調べに対しては、うんうん、そう、ないことなんで、うん。取り調べに対しては、容疑を認めた上で、うん、名前や住所についてはわからないって言ってるんだって。どういうこと？記憶喪失なの？いや、そうなのか。うん、黙ってるだけか？どっちかわかんないよね。あれって調べたらわかるんですかね？いや、それはなんか前科でもあれば指紋とかさ、まあそういうのでわかるだろうけど、何にもそういうのがなかった、今日時点では、うん、何にもそれは出てなかった。でもさ、だいたいさ、うん、鳥取までさ、タクシー乗る？乗らないってかさ、運転手さん気づけよって感じじゃない？本当だよ。さっきもだってあの困惑した運転手さんの俺の名演技分かった？あれ名演技ね、うん、今俳優だから俺さちょっと面白いだってさ、8時間もさ休みなしで運転できる？できるっていうか、だって一応さ、お客様乗せてるからさ、うん、仮眠とか取るわけいかないじゃん。あそこで逃げられても困るわけでしょ？で、大体なんか喋るだろう。そうだよね。その間に、なんか鳥取までご実家あるんですか？とかさ、なんかあるよね。行く理由は。その間にさ、おかしいなっていうふうに普通は思うよね。いや、思うと思うっていうか、それがまあ普通じゃねえか？うん、とか行かないよなと思って逆に。いや、ちょっと鳥取は。払ってもらえないの。ねえ、うん、行けませんから、ちょっとお客さん、ね、降りてくださいってならないか、普通。ねえ、ちょっとおかしそうな人だとさ、なんか、これは行かないなって思ったりとかしたら、降ろしちゃうよね。と思うけどね。じゃあお客さんお金ないなら警察署まで行きましょうっつって連れてったわけだろ、きっと。よく酔っ払いとか乗せるとさ、うん、警察の前とかで止まってて、お巡りさんが出てきてなんかやったりしてるじゃん。うん。あ、それ、タツニーだ。ない大丈夫あのな、あのな、大丈夫な感じですか、それ。世の皆さんに、俺がどんな目にあって、ユミネをタクシーに乗せようと思って、何回、乗車拒否をされたのか。ピー、ピー、ピー入れといてください。お父さん聞いてますから。大変なことになるんだ。たった一回なのに、こんなに言われるなんて、本当に私ってかわいそう。タツニーは、タツニーで酔っ払ったら物を壊すしないんですよ、本当に。酒癖が悪い。からもう悪い。ここはピン入れないでね。それで、どうしたわけ？それで警察に捕まったとこまでしか書いてないんだ。そうなんですよ。この後どうなるのかがわかんないけど、うん、ね。ちょっと後追いが必要だな、これはな。そうだよね。うん、これちょっと、要、あれですよ。チェックだな。そうですね。運転手さんのちょっとコメントとかも聞きたいし。うん、そうだよね。うん、なんでそう、なんか個人タクシーなのかな。8時間も営業しないよね、普通。いや、さすがにさ、だって長距離行ったら稼げると思ったってだよ。うん、鳥取砂丘まで行ってくれっつって、うん、はい、そうですかって行くのに相当なお人よしだぜ、だって。そうだよね。行ったら帰ってこなきゃいけねえんだから、タクシーは。そうだよね。また8時間かけて帰ってくるんだよ。そうだよ。そしたらさ、新幹線で行ったらどうですかとかさ、なんかね、うん、タクシーに乗らないといけないあれがあるんですかとか、ちょっとなんとなく遠回しに聞くよね。そうそうそう、うん、聞くだろ。羽田空港に行った方がいいんじゃないですかとかさ。そうだよね。うん、なんかさ、そういう風にするのが普通だと思うよ。うん、そうだよね。うん、ちょっと、なんだかわかんないけど、うん、ちょっと今後もちょっと、チェックしてみましょう。そうだね、じゃあ、これはね。うん。うん、鳥取つながりで、うん、鳥取まだあるの？よく鳥取に、
うん、あるのっていうか、まあ、全然違うよ、そのタクシーの話では全くないんですけど、うん、あのよく行くじゃないですか、鳥取に、うん、よく行ってたじゃないですか、うんうん、妖怪神社ってあるの？妖怪神社は聞いたことないけど水木しげる、そうそう、水木しげるの出身地だから、うん、いろんなところにゲゲゲの鬼太郎とかさ、そうだよね、あの空港もすごかったですよね、うん、そう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 、そういうのはね書いてあるし、ね、鬼太郎いっぱいあってね、あ、電車とかな、うん、こういうところにも書いてあったりしてるよ、うんうんうん、そうでしょ、うん、なんかね妖怪神社っていうところがあるらしく、うん、鬼太郎が祀ったんのいやちょっとそれ何を祀ってんのかこう分かんないんだけど、うん、カニ今季節じゃないですか、ちょっと待って、カニって妖怪となんか関係あんのかいやいや関係ないかも分かんないんだけど、でも境港だからカニが、境港な、あ、境港ね、うん、そう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 、うん、なんで、うん、カニがさ有名じゃない、有名ね、それでなんかカニのね豊漁を願って、うん、毎年多分辰巳が見たというその妖怪ロードみたいなところがあるんでしょ、 あそこをなんかカニを背負って背負うの分かんないけどそんなにでかいのカニそれカニの妖怪か違う、一匹とかだけじゃないと思うけど、ああそうかそうか、うん、その大量に取れたカニをしょ、うん、って、うん、なんかパレードをするんだって。でもね、うん、今年はほら新型コロナでできないから、うんうん、あの代表者の鬼太郎さんと猫娘さんが、うんうん、あの妖怪神社にカニを奉納したそうですかわいくない、なんかこう厳かにこう手を合わせてるお二方を見てちょっとプッてなっちゃったんですけど、それ何、鬼太郎の着ぐるみ着てんのそう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 、着ぐるみってか、あれ鬼太郎ですよ、あれじゃない、ダラズ FM の CM でユミネはそのまま猫娘やってるけどさ夏にあの目玉の親父ね、うん、そう、鬼太郎おいカニを奉納するんじゃとか言ってんじゃんそうそうそうそんな感じだったよ、なんかもう2人でなんか手を合わせてるところが写真なんか撮られてて、うん、すごいちょっとなんか可愛いなと思って見ちゃったの、あら今度のぜひ、ね、うん、行けるようになったら、うん、タラズ FM とか行けるようになったら、うん、ちょっと寄ってみたいなその神社と思って、だよな面白い、知らない、行ったことないんだ、ないよ、神社は行ったことない、あそうなの、カニが祀ったのかな、うん、カニ、いや祀ってあるのってか、もうカニの豊漁を願ってのこの時期ならではのあれじゃない、そうだよな、カニに詳しい人いるから聞いてみようか、うん、会長会長、そうそう、うるさい、カニにはちょっとうるさい人だからね、ねえ大変でしたね、あの時もね、本当だよ、安杉行った時もね、うん、カニ、カニかなのか、うん、ヤドカリかなのかっていうのってね、そうそうそうということで今日は、うん、戸塚から鳥取砂丘まで行った謎の40代のおばさんのお話をしてみましたカニ妖怪神社妖怪神社もな、はい、アツネーユミネーの俺がやらなきゃ誰がやる、さて今日の家族の絆だ、はい、今日はさ、うん、銀ちゃん出てくれたでしょ、ジュークロイ君が出てくれたんで、はい、宮崎県でいなくなったね、うんうん、岩本美代子さんという方、はい、1995年なんだけど、うん、宮崎県の石崎浜海岸というところに車だけを残していなくなった、はい、岩本美代子さんのおじさんと、はい、そのお友達3人から呼びかけたメッセージを聞いてもらいます、はい、町のおじさんだよ、お前元気でよ、本当頑張って必ず迎え来るからね、頑張って生き続けてくれよ、つまがり組です、菊池佳代子です、今井英子です、レイちゃんは今日は仕事で来てません、みおちゃんが絶対生きてるって信じてるから頑張ってね、
待ってます。必ず顔を見たいから元気で頑張るように。いつまでも待ってます。必ず帰ってきてください。諦めないからね、頑張ってね、という呼びかけなんだけど、はい、岩本さんはね、はい、このいなくなる朝ね、男性とヒューガの方に向かって、うん、岩本さんの運転でね、ドライブに出かけたんだって。うん、それで日向大橋までで計画を中止して、住吉ってところにね、うん、動物園があるんだけど、うん、そこでお昼12時頃にその男性と別れたということになってんだよ。でその後に、うんうん、その車が見つかるんだけど、それが石崎浜海岸のところに本人のね、うん、車が鍵がついたまま置いてあったんだって。それでもう一切その後連絡が来ないというパターンなんだけどさ、いやーなんかあれですね、うん、まあそれって多分彼氏とかなんでしょうね。まあ多分な、日向市の方に向かってたけど取りやめて動物園に行ったの、うん、これだからね、証言してるのがこのまま多分男性なんだろうと思う。男性ですよねきっとね、うん、それしかだってわからないじゃない。そうですよね、うん、変更することとかわかんないもんね。そうへえ。でもさ、例えばその、うん、付き合ってる彼氏とかだとしたらよ、うん、まあ、動物園行きました、うん、12時には別れないよねって思っちゃった今。あ、直感的にお昼食べて、うんうん、お昼食べようよってなると思うし、うん、なんかちょっと用事ができたとしても、うん、その時間に別れるってなかなかないんじゃないかなってすごい思っちゃった。だいたいそこで降りていくってのもおかしいよな。うん、だってさ、違うとこから来てて、うん、そこの動物園に行ってるわけでさ、うん、俺動物園で置いていかれたら途方に暮れるぜ大体。そうだよね、大体ちょっと離れたところにあるじゃないですかねえ、うん、田舎なら特にそうでしょ。そうよね。なのになんでって思っちゃった。その男の人なんだろうね。いやー、わかんないけどさ、これあの、まあ、全く関係ない話なんだけど、うん、うちが調べてた中でね、あのやっぱ女性の方の、これは拉致未遂事件と言っていいんだけど、ある人物に男性を紹介されて、はい、初めてのデートで海岸に行くんだって。だいたい田舎だとさ、あのデートする場所があんまないから、うんうんうん、海岸に行ってなんかこう、うん、アベックのメッカみたいな場所あったりするじゃない。うん、まあ、多分そこの場所もそういうとこだったと思うんだけど、うん、でそこに行った時に、うん、別の 4,5 人の男に急に襲われてね、うん、っていう事件があったわけ。だからね、なんかそういうのってありそうですね。そうありそうですねっていうか、その女性を連れ出すために、うん、そうですよね、うん、その第三者の人間が紹介をして、うんうん、という流れだったと思うわけよ、その拉致未遂事件はね。まあ、もちろんあの車を降りた瞬間にわーっと襲ってきたっていうから、降りるのを見てるわけだよね。あ、ところがもうその未遂にあった女性はもうすぐ車に飛び乗って、もう一目散でアクセル全開で逃げるんだけど、うん、まあ、そういうこともあったりするから、この岩本さんのケースがね、うん、まあ、それに当てはまるかどうかわからないけど、うん、このでもちょっと怪しいよね。なんかデート自体がもしかしたら作られてるものかもしれないし、うん、本当なんか巧みにいろんな手であれですね、まあ、それがやってくるんですよね。そうそう、北朝鮮の工作員のやり方ってことだよね。うん、だから自分はそういう目には絶対合わないなんてことは絶対言えないんだよね。そうですね、やっぱり一般の方はそういうことを多分知らないから、本当にこれを聞いてね、いろんな人に伝えてもらいたいし、こういうことが本当にあるんだっていうのをちょっと心の片隅に置いててもらえると、ちょっとなんだろう、そういうね、危険を察知するね、回避できる、そうあれができるかなって思いますね。それもこれはあの宮崎県だから、太平洋側だからね。そうですよね、日本海側だけの話じゃないっていうこともやっぱこれではっきりしてるしね。そうだよね。ということで今日は1995年に宮崎県からいなくなった岩本美代子さんのおじさんとそのお友達3人から呼びかけたメッセージを聞いていただきました。はい。初音ゆみ姉の俺がやらなきゃ
誰がやる。さて今日の音楽紹介だ。はい、今日は先ほどの岩本美代子さん、1995年失踪なんだけど、その当時に流行っていたヒット曲、はい、結構ね、なんだこのぐらいの時代になると、うん、シャランキューとかさ、あミスチルとかね、うんうんうん、スピッツとかこういろいろ出てくるわけ、香原智美とかさあ、まあ、なるほどなるほど。その中で今日選ばせていただいたのは、うん、はい、これ結婚式では結構定番で歌われている曲で、うん、何？俺は本人より上手いって言われてるんだけどそんな情報今分かった。テントウムシのサンバでしょ。なんだそれテントウムシの格好して歌ったんですか違う違う、これ結構ヒットしたよ。山根康弘さん、うん、Get Along Together。 あ、どんなんだった。思えばただ傷つけ。あ、分かった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 。あ、もう大丈夫です。ありがとうございます。あ、そう。全部歌えそうだったから。今一応止めといた。歌ってもよかったんだけどね。すごい売れましたよね、あれ。売れたね、これはね。まあ大体。あ、でもその後あった？いや、多分ないと思うけど。ということで。顔とか思い出せない。はい、はい、紹介してください。山根康弘さんで、Get Along Together。
みたいから、愛を送りたいから、俺は We can get on さあ、今日もエンディングだ。うん、なんかさ、大学入試あったじゃないですか。ほんとな、毎年ね、なんかいろいろあるけど、うん、珍事が。そうな、今年もありましたね。今年は、はい、一番あの、うん、ニュース見てて思ったのはね、うん、鼻マスクで、うん、7回注意されて失格になったってニュースやってたでしょ。うん、で7回も注意されたんだ。そう、結構さ、かわいそうだとか言ってる人もいるんだけど、うん、俺ね、鼻マスク自体、うん、ちょっとね、結構いるじゃない。いる、いるね。なんかあのテレビのニュース見ててもさ、うん、緊急事態宣言でどっか遊びに出ちゃっててさ、どう思いますかとか聞かれてる人なんかも結構鼻マスクいるじゃん。そうね、そうそう、いるいる。でね、この大学の試験はさ、うん、ちゃんとね、自分が体調が悪くてマスクができないとか、そういう人はね、うん、事前に言ってくださいってちゃんと書いてあるんだよ。もちろんそれはやってなかったんだろうし、うん、7回だよ、6回注意して、そうね、7回はダメだね。もうあと1回やったらあなたは失格ですよってちゃんと告げてんだよ。それでもやらなかったっていうね。でおまけにさ、その後、うん、トイレに立てこもってんだよこいつは。それはダメだよねと俺は思うけど、それがかわいそうだってやつも実際いろんなとこ出てるよ、うんうん、でもそれ7回っていう話知らないんじゃないんですか、きっと。どうなのかな、わかんないけどさ、まず鼻マスクをしてるってことはマスクしてないも一緒だよな。そうです ね。でもこれだけさ、うん、できるかできないかすごいさ、まあ、一生関わるかもしれない話なわけじゃないですか、うんうん、でもみんなピリピリしてるところで何度も注意されてるっていうのも状況をちょっとさ思い起こすとさ、うん、こう想像するにさ、うん、自分が一緒にやってる試験を受けてる人間だとしたらさ、うん、そっちが怒られたらそっちが気になっちゃってさ、うん、こっちに集中ができなくなっちゃうしさ、みんなに迷惑かけるもんね。本当だよな。ダメだよ、鼻マスクももちろんダメだけど、うん、そういうのダメね。そうね、まあいろいろ。なんでまたそんなことしてるんだろうか。いや、わからんよ、なんか、ね、事情があったのかもしれないし、うん、その辺はわからないけど、うん、まあ俺から見てれば、うん、まあいない、今世の中でそのマスクしてる人たちも、うん、もうこの鼻マスク受験生も、うん、まあ一緒だよな、うん、もうするならしろよちゃんと、うんうん、よくほらトラブルになったりしてんじゃん、ちゃんとマスクしてなくて注意したらマスク警察みたいのでさ、うん、トラブルになっちゃったとかね。そうですね、うん、なんか最近ほら不織布のマスクじゃないとダメみたいなところが多くなったでしょ、うん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 、そうみたいだよね。布とかウレタンとかはダメっていう、うんうんうん、私が行ってる美容室も、うん、このマスクに変えてくださいってマスクを渡されるんですよ。あ、要は外ずっと歩いてきたマスクは、まあ、例えばウレタンだったら、うん、お店に入ったら、うん、不織布にしてくれってことだ、うん、そう、なんかあれだろ、うん、マスクの効果が高いわけだろ。うん、そう言いますよ ね。あのなんかスーパーコンピューターで、うん、飛沫がどういう風に飛ぶかっていう実験をしたものを見ると、うん、やっぱり、まあ、不織布のマスクの方が飛沫は少ない、うんうん、そうだよなっていうのを見て多分、うん、まあ、今ねマスクも手に入るようになったから、うんうん、ね、前はねなかったから、うんうんうん、みんな手作りしたりなんかいろいろやっ
ったじゃないですか、うんうんうん、だからあれなんだろうけど、うん、今いろんなところで不織布のマスクじゃないとダメだっていう学校もそうだし、あ、そうなんだ、ね、ありますよ、うん、うん、それもね、どうなんだろう、どうなんだろうっていうか、うん、まあね、うん、まあ、安全の方がいいけど、そうな、うん、感染を防ぐための、まあ、一つの手段だよな、うん、これもな、うんうん、なんかこの前ショックだったのは、うん、合唱するとどのぐらい飛沫が飛ぶかっていうのを、うんうん、やっぱりそのスーパーコンピューターで調べた結果がね、うん、なんか流れたんですよ、ね、うん、要するに、うん、で私歌を教えてるじゃないですか、うん、そうだよな、で今おじいちゃんおばあちゃんに結構年配の方に教えてたんですけど、今こういう状況なんで教えられなくて、うん、リモート中止になってるから若い子に今教えてますけど、うん、でもやっぱりね、そのぐらいの方たちがやっぱりやりたいって言ってくださってて、でいつぐらいからできるんですかっていう問い合わせとかも結構来てるんですよ、うんうん、でもそのね、スーパーコンピューターで見ると、うん、歌を歌うっていうのが一番飛沫が飛ぶっていう、うん、あの結果が出ちゃって、うんうん、それがねちょっとねショックだった。まあな、わかるよな、それなんか流されちゃう、なんかもうこれってもうできないんだなっていうのがさ、なんか思っちゃってちょっとショックでした。まあそうだよな、まあそのレッスンの場合はさ、先生と生徒の距離って比較的近いじゃない、うん、そうです。で私教えてるのって100人ぐらい対象で、うん、私一人で、うん、あとピアノの先生で教えてるんで、うん、ちょっと難しいんだなっていうのが分かったんで、まあそうだろうな、ちょっとね、うちがあのほら潮風コンサートをやってる時も、はい、うん、結局歌い手から、うん、それを見ているお客さんね、正面向いてこっち向いてるわけじゃない、うん、その距離って最低5メーターって言われたもん、うん、なんかねやっぱりね合唱するとなると隣の人も近いじゃないですか、うんうんうん、だから向かい合わせじゃなくてもダメみたいなんですよ。そうだよね、あの時もやっぱり合唱の子たちにも出てもらったけど、やっぱりお隣同士は最低2メーターね、うん、そうだからさ、合唱の子たちがもう点々点と並んでるようなイメージだよね。ね、それもなんかね、なんか今後どうなっていくんだろうなっていうのをちょっとね、あれ見てちょっとなんか途方に暮れました。なんか私結構逆に癒されてるんで、私は、うん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 、そういう年配の方とこのレッスンするので、うん、もう本当に勉強になることも、逆にね勉強になることもたくさんあるんで、それをなんか楽しみに毎週伺ってたのに、いつになったらいけるんだろうってずっと楽しみにしてもう1年じゃないですか。それがちょっと、もうできないだなっていうのがなんとなくね、うん、見えちゃって、あらな、悲しいなって思っちゃいました。まああの、ユミネーはジジイのアイドルだからな、うん、こらおじさまと言いなさいちょっとあのファン層がさそんなこともないですよ、あ、やめとこもそれでは皆さん、また来週。最近若い子にも人気なんだけどな。え？辰巳ユミネの俺がやらなきゃ誰がやる。この番組は全ての日本人拉致被害者救出のために活動する特定失踪者問題調査会の提供で、札幌ラジオワンダーストレージ FM ドラマシティをキーステーションに、秋田コミュニティ放送敦賀 FM ハーバーステーション、米子だらず FM FM 出雲をレッドしてお送りしました。街の日が